なりの数がいるみたいね。早く助けに行かないと手遅れになる可能性があるわ。うん、早く見つけてあげよう。今人の気配がした気がしたけど、誰もいないみたいだよ。気のせいかしら。そうよね、入り口のところにとどまってるはずもないわよね。進撃進撃行かないわ。
ゃ、あれ。うわぁ、来るなぁ。おぉ、強い。あなたたち兵士なんでしょ、これくらいさっさとやっつけてよ。無茶を言わないでくれ。はぁ、うん、あんたは助けに来たわよ。ここは私たちに任せなさい。みんなこっちよ、ここから逃げられるから早く。助かったわ。おい、ちょっと待て。お前指名手配犯のやつじゃないのか。そうだ、その顔思い出したぞ。それが何？何ってお前、犯罪者の言うことを信じるはずがないだろ。この騒ぎもお前らがやったことじゃないのか。そんなわけないでしょ。だったらどうして助けになんて来るのよ。助けるふりをして俺たちから何もかも奪っていくつもりだろう。頭きた。あのね、私たちは。ユニ、口を動かす前に手を動かしなさい。モンスターも待ってくれないわよ。お姉ちゃん。そこの兵士、私を捕まえたいなら捕まえなさい。え、ただしここのモンスターを片付けて全員で無事地上に帰れたらね。もちろん逃げたりしない、約束するわ。だからちょっとだけその子の言うことを聞いてもらっていい？絶対にあなたたちは私が助けるから。あんたそれ本気かよ。もちろん本気よ。私はあなたたちを助けに来た。それで捕まるならそれでもいいわ。わかった、お前の言うことを信じよう。ありがとう。大丈夫なのかよ、傷だらけじゃないか。そう思うんだったら少しはサポートしてよね。ああ、
ごいな。私だけだったらこの人たちのこときっと本気で守ろうとしなかった。みんなお姉ちゃんのせいだ。もっと頑張らなきゃ。さあ着いたわよ。これで一安心ね。お前たちちゃんと助けてきたわよ。逃げ遅れた人、あと兵士たちも。本当に助けてきたのか。当たり前でしょ。私たちを誰だと思ってるのよ。うお、すげえ。この人たち本当に助けてきた。助けてくれて本当にありがとう。あなたたちのおかげで市民も我々も救われた。感謝します。捕まえないの？この状況で手錠をかけられるはずがないだろ。あんたら見かけによらず強いんだな。まあ当然ね。私とお姉ちゃんのコンビで負けるはずないもの。言うに調子に乗らないの。こんな人たちが犯罪者のはずない。ちゃんともう一回調べろよ、兵士さんよ。そうだそうだ。ああ、わかった。きちんと確認を取るとしよう。やったー！これでこそこそしなくて済みそうだね。そうね。よかった。ちゃんと分かってくれる人が残っててくれた。それにしても、もうくたくた。ふかふかのベッドで横になりたい。宿ならうちを使ってよ。ホテルのいい部屋、用意するわ。ほんと？やっと足を伸ばして休めるわ。あ、でも傾斜を任せてるし戻った方が。ノワールさん、ユニさん。傾斜？あなた本当に突然現れるわね。ノワールさんのことが心配でついてきちゃいました。待ってなさいって言ったのに。しょうがないわね、まったく。その人あなたの知り合い？じゃあ3部屋分用意するからゆっくりしていってくださいね。ありがとう。お言葉に甘えさせてもらうわ。ノワールさんと外でお泊まり。勘違いされるような言い方しないでもらえる？でも本当によかった。こうやって少しずつ分かってくれる人が増えていくと助かるんだけどね。今日はゆっくり休んで明日から頑張ろう。ここは？ほら、もたもたしてないで行くわよ。次のクエストも大変なんだから。うん、わかった。頑張ろうね、お姉ちゃん。こらこら、そんなにくっつかないの。歩きにくいじゃない。ロバールさん、ユニさん。そっか、私ロバールさんの どうしてノワールさんの隣にいるのが私じゃないの？誰？どこにいるの？かわいそうだね、ケイシャ。君は見てることしかできない。私は見ていることしか。監視なんて言い訳だ。理由をつけてノワールのそばにいたいだけ。そばにいたいって思ってはダメなの？憧れにも似た感情、友達以上の存在になりたいと君は心から願っている。そばにいたい。でも彼女の隣で笑っているのはあの妹。悔しくて妬ましいね。私は妹というだけで隣にいられる意味。けど君は友達なのに彼女の隣にいない。そのおかげで君はノワールの隣で笑うことすらできなければ笑顔を向けられることもない。そう、あの邪魔な妹がいるから。あの妹ユニさえいなければ、あそこには君がいたはずなのに。ユニさんがいなければ私が。イメージしてみるんだ。
ノワールの隣で笑っている自分の姿を。ノワールさん、寂しいね、ケイシャ。ユニさえいなければ君はノワールと二人でいられたのに。ユニさえいなければ。ノワールは優しくて強くて、自分を犠牲にしてまで人を守ろうとする。まるでヒーローだ。いつも傾斜を守ってくれる。困った時には助けてくれる。傾斜だけのヒーローだったのに。ユニがいるから。そう、ユニがいるから。もうノワールは君を見てくれない。ユニが、ユニさえいなければノワールさんは私を見て。ここは。目が覚めた？ケイシャ、ノワールさん。この間の一件である程度は自由に動けるようになったけど、何から情報を集めようかしら。やっぱり今は私のことより戦争を止めるのが優先よね。けど傭兵組織の情報なんてどうやって。おーい、お嬢ちゃん。あんた、この間の地下鉄で活躍した子だろ。え？あ、ええ、そうだけど。ならよかった。ちょっくら仕事を手伝ってくれないか。別にいいけど。内容を聞かせてくれる？仕事でどうしてもある鉱石が必要なんだ。自分で取りに行きたいが、どうも腰の調子が悪くてな。わかったわ。それを取ってきてほしいってわけね。話が早くて助かるよ。あ、けど気をつけてくれよ。その鉱石があるダンジョンにモンスターが住み着いてるんだ。まあ、けど嬢ちゃんならまあ大丈夫だろう。心配ありがとう。任せておきなさい。さあ、休みましThank you.
たのよ、ケイシャ。うなされてたみたいだけど、悪い夢でも見たの？夢？そっか、またあの夢を。これで何度目だろう。またってどういうこと？いえ、実はここ最近ずっと同じ夢ばかり見ていて。体調でも悪いのかしら？ちゃんと休んでる？私は大丈夫ですよ。見ての通り元気ですから。本当かしら？顔赤いわよ。ちょっとおでこ出しなさい。ノワールさん、顔が近い。ほら、じっとしてなさい。熱が測れないでしょ。私が傾斜の部屋にいたのは、起きてこない傾斜が心配になったからよ。でも傾斜さんが起きてこないのはきっと疲れてるからだろうって言って、さっき自分で情報収集に行くって。そうだったんだけど、どうしても傾斜のことが心配になって戻ってきたのよ。いつの間に戻ってきたんだろう。ノワールさん、ありがとうございます。私はもう大丈夫ですから。本当に大丈夫なの？私たちと違ってあなたは普通の女の子なんだから、今日はゆっくり寝てなさい。わかりました。ノワールさんがそう言うなら。じゃあユニ、私たちは情報収集に行くわよ。うん、わかった。じゃあ私たちは出かけるわね。ケイショ、お留守番よろしく。ノワールさん、どうして私を一緒に連れて行ってくれないの？ケイシャさん、体調悪いんでしょ？だったらおとなしく寝てた方が。あなたには聞いてないわ。そんな言い方しなくたって。私は本当のことを。ケイシャ、あなたを連れて行かないのはあなたのことが心配だからよ。私のことが心配だから？本当にそれだけなの？本当にそれだけよ。途中であなたが倒れちゃったら、私すごく悲しいもの。分かったわ。ここに残る。私、ノワールさんに悲しい思いをさせたくないから。ありがとう、ケイシャ。それじゃあ行きましょうか、ユニ。さてと、ここが例の場所ね。パパッと終わらせましょ。モンスターがいるって言ってたけど、静かすぎるような気がするわね。気をつけるに越したことはなさそうね。この私に傷を